霧降フリ。霧降りとは、東武鉄道が、浅草駅東武日光駅間を、東武伊勢崎線の東武スカイツリーライン区間及び、日光線経由で、土休日に運行する特別急行列車、特急列車である。また、下今市駅より、東武絹川線に直通し、浅草駅から、新藤原駅間で運行する、臨時特急列車、湯の里についても記載する。 ふり、ゆの里は、2006年3月のダイヤ改正までは、急行列車として運行されており、特急への種別変更後も料金面、車両面などは、急行時代のものを踏襲している。さらに本校では、東武日光線鬼怒川線の救急校、快速休校列車群、南会津、小じか、ダイヤ等の遠隔についても記載するとともに、浅草駅かすかべ駅間で運行する、スカイツリー以来、 スカイツリートレーンとは異なるについても記載する。また、列車種別及び、使用車両から、講義では、東武鉄道の運行する、夜行列車、スノーパル、オゼー夜行も、本列車群に含まれる。そちらは、東武鉄道夜行列車の行を参照されたい。霧、ふり、湯の里は、浅草東武日光、新藤原間で運行されていた、快速急行、ダイヤ、 おじかをそれぞれ引き継ぐ形で、急行列車として1991年7月21日に運行を開始した。その後、2006年3月のダイヤ改正の際に、特急列車に種別変更された。また、このダイヤ改正で、東武日光、絹川温泉方面への定期列車がなくなった。2006年3月のダイヤ改正から2017年4月の、 ダイヤ改正まで、定期列車は、浅草発南栗橋行きの一本と浅草発、春日部行き、2013年3月に運行開始の一本、のみであった、近距離運転の、切り降りをし臨時列車のみが、東武日光、絹川温泉方面発着で運行されており、午前の浅草発東武日高校と午後の東武、日光発浅草行を多客機の土曜日、休日、お盆、 年末年始含むに、それぞれにから3本の行をされていた。怒川温泉方面発着の湯の里については、運転日が限定的となっていた。臨時列車の一部には、定期特急、絹川を途中で退避する列車や、下今市駅で絹川方面の特急と接する列車も存在していた。2017年4月21日のダイヤ改正より、霧、 フリ281号284号が浅草東部日光間で土休日運転の定期列車として運行されている。湯の里は、絹川線方面への特急料金の設定には残る。ものの、特急停車駅案内での表示がなくなっている。なお、列車の開廃、臨時運行についての詳細は、東部日光線救急号、快速急行列車遠隔も参照されたい。 本列車群が急行として運行されていた頃より、本列車群の列車号数は、特急、下厳、絹の列車号数順とは、独立しており、愛称の後で270番前後の番号、例外もあるを不満している。このため、霧、フリり1号や、湯の里2号などは存在しない。霧、振り、臨時列車、湯の里、全列車が座席指定席制を採用しており、 特急料金は、下ンキ日とは異なり、従前の急行料金が基本となっており、スペーシアの午後はリオル割と同額になっている。350系列車の特急料金、小2半額、波数は10円単位で切り上げ、2014年4月1日改定。スカイツリーライナーは後述の、切り、振り283号285号と、カスカベ発着の、 ごんを引き継ぐ形で、2017年4月21日のダイヤ改正にて、浅草かすかべ間で運行開始した近距離区間の特急列車ある。一部の案内では、東部の打線直通、線内運転のアーバンパークライナーと合わせて特急ライナーとくくられている。二千十七年現在、早朝のかすか発上り二本と夜間の浅草発、下り平日三本。 と、土休日5本である、平日運休の2本は、同時刻に、アーバンパークライナーが運行される。本列車の列車号数は、特急、ケゴン、キヌ並びに、両模の列車号数順とは、独立しているが、列車番号については、ケゴン、キヌとの投資番号となっている。2017年4月現在、全列車が、座席指定席制を採用している。ただし、 下り列車に限り、千円台から乗車する場合は、特急料金が不要となり、乗車券のみで利用できる。スカイツリーライナー特急料金、小2半額、波数は10円単位で切り上げ、2017年4月21日現在、ダイヤ、小地川、浅草駅東部日光駅、新藤原駅、藍津田島駅間で運行していた列車である。特急、ケゴン。 絹の保管列車として、特急専用車から格下げされた5700軽電車や、快速用車両の6050軽電車を使用して、快速急行列車、さらに前には、急行列車として運行していた。300三350軽電車の運行開始に、伴い、列車名が、霧、降り、湯の里、絹川線発着、合図、 藍津線発着に変更されたことにより1991年7月に廃止された。南藍津は、かつて、浅草駅藍津田島駅間を、東武伊勢崎線、日光線絹川線、八岸鉄道藍津絹川線、藍津鉄道藍津線経由で運行していた、急行列車である。車両については、八岸鉄道線、藍津線内の停車駅のホーム有効庁の関係から、 四両編成の三百五十系が使用されていた。前日の通り、本列車群は二百七十番前後の番号を付番しているため、南合図について一号二号などは存在せず、廃止時には、合図田島港が南二百七十三号、浅草行が南二百七十六号となっていた。二千二年から合図鉄道機波八千五百系による合図マウントエクスプレスが、 特急、絹と藍津若松駅方面との連絡列車として運行されるようになり、南藍津の運行本数は年々減少し、残った一往復も2005年3月1日のダイヤ改正で、新藤原駅発着の湯の里と新藤原藍津田島間の快速列車に振り替えられたことで廃止となった。2006年3月18日のダイヤ改正で、 湯の里の定期列車も廃止になり、会津田島方面への連絡列車は、浅草駅発着の、絹及び JR 新宿駅発着の、スペーシア絹川に絹川温泉駅で接する形となった。2013年4月30日より、降落シーズンの平日に、臨時特急、スカイツリートレイン、南会津号が運行された。停車駅も、かつての急校、 南合図を踏襲したものだが、新たに東京スカイツリー駅が停車駅に加わったほか、川路温泉駅に代わって川路湯本駅に停車していた。その後、2017年4月21日のダイヤ改正で、同区間でリバテ合図が運行開始し、停車駅が異なるものの同区間での優等列車の定期運行が再開された。これと同時に、スカイツリートレイン、 南ア津号の運行が終了している。2006年3月のダイヤ改正から2017年4月のダイヤ改正まで定期列車は平日夜間運転のかすかべ行、きり、ふり283号、2013年3月に運行開始と南栗橋行、きり、ふり285号のみであった。さらに2015年12月2016年12月には、 臨時列車の浅草発運河行、霧、降り267号を夜間に運行した。これらの列車は300系が使用されていた。2017年、平成29年4月21日のダイヤ改正で、霧、降り283号、285号は廃止され、近距離運転の特急は前日のスカイツリーライナー及び野田線直通のアーバンパークライナーの運営と変更された。 なお、号数は廃止時のもので、ダイヤにより、号数が異なっている。全列車が座席指定席制を採用し、本列車の運行区間内の特急料金は310円、小1 6 0円、2014年4月1日改定。春日部南栗橋、運河間の特急料金は不要であった。東部日光線優等列車遠隔も合わせて、参照されたい。 50音順、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。